はい、いつもお世話になっております、サンツベチャンネルです。で、今日はですね、トゲをハリハリですね。はい、あのね、前回の動画で全部できなかったんですよ。あの前回ね、新しい巣を作って引っ越しをしてっていうのをやったんですけれども、まあ、それと合わせてね、トゲをハリハリのこの巣の中の観察もしてやろうじゃないかっていうふうにあのご説明していたんですけれども、時間がなくてできなかったので、まあね、今回別撮りであの撮っていこうと思ってます。はい、で今回はね、もうあの引っ越し済みの巣になっちゃってますので、一応ね、引っ越しする前もあの観察動画撮ってますので、それと合わせてね、両方ちょっとご紹介できればと思います。で、やっぱりね、自分もそうなんですけど、皆さんも見たいのって、おそらくその下馬が残ってるあの女王アリ役を見たいじゃないですか。でこれね、もちろんアントルームさんで購入したトゲをハリアリですので、いるのは間違いないんですけれども、やっぱこの目で見ないとなんかモヤモヤっとした感じがしちゃいますので、まあ、このね、あのカメラで女王アリ役を見つけるまでちょっと頑張ってみますので、はい、早速じゃあね、あの中の様子を見ていきましょう。見つけられるかなちょっと不安ですけども、はい、やっていきましょう。But no matter what comes your way, I will stay right here beside you to catch you if you fall. And deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can.Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Look at me like I'm crazy. When I shut my feelings out, you look at me like I'm different. Still you stay 'cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking.Fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's somethingby the way we are. Pouring cup after cup after cup. Yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life, real life. Yeah, we're loving the way they think we're so messed up, up. Even if what we're doing is bad, there's so many emotions. Just
sharing stories that we never had. The end is real. I think we're searching for reasons not to be like them. We fly around like paper planes. They never know where we will fall. Nobody can see us. Still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Forget about tomorrow, yeah. Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. はい、ということでね、今回はトゲオオハリアリの巣の中の様子をね、じっくり観察していきましたけれども、一番の目的だった女王アリ役もね、しっかりと撮影することができましたね。まあ本当になかなかね、女王アリ役も働きアリも形が同じなので、これね、見つけるの本当難しいんですけれども、まあ、これが撮れたっていうのは本当に収穫だったんじゃないかなと思います。まあね、なかなか映像もね、そこまで多くはないと思うので、まあ、貴重な映像になったんじゃないかなと思います。で、あのね、ずっと飼育して観察してると、なんだろう、女王アリ役と働きアリって形は同じなんだけども、なんかね、パッと見てこれが多分女王アリ役なんじゃないかなっていうのが分かるようになってくるんですよね。で、自分もね、まだ飼育経験浅いですけれども、パッと見てこれじゃないかなっていうのが分かるようになってきたので、ちょっとね、一つのコツをね、ご紹介すると、まずは女王アリ役って実はほとんど動いてないです。はい、巣の中でもじっと立ち止まってる状態が非常に多いですね。で、あとは、なんだろう、女王アリ役の周りに働きアリが密集してます。はい。その真ん中に陣取ってるのが大体女王アリ役ですね。で、プラスでグルーミングをされ続けてます。今ね、映像でも女王アリ役がど真ん中に映ってるんですけれども、今はね、グルーミングされてないですけれども、観察しているとグルーミングされる確率めちゃくちゃ高いです。なので、そういったのが観察できれば女王アリ役なんじゃないかなっていう風に見当をつけることができます。で、あとはね、まだ自分も飼育経験浅いのでたまたまかもしれないですけれども、女王アリ役がいる近くにですね、卵が置いてあります。卵が置いてあったり、卵を加えている働きアリがいたりっていう感じですね。今も映像で映ってますけれども、卵映ってますね、下の部分に。まあ、こんな感じでね、女王アリ役がいるところには卵があったりします。まあ、そうやってね、観察していくと、まあ、そういう条件が整ったところって巣の中でね、本当にわずかしかないと思いますので、じっくり観察していけば女王アリ役を見つけるのはそんなに難しくないのかもしれないですね。はい、自分もね、何回か観察してきて、それですぐに分かるようになりましたので、皆さんもそんな感じでトゲオオハリアリの女王アリ役をですね、探していただければなと思います。まあ、これ以外にもね、本当に自分だったらこういう風に女王アリ役を探しているとかいう方がいらっしゃるようでしたら、コメント欄とかで教えていただけると嬉しいです。はい、ぜひね、トゲオオハリアリをしっかり飼育していきたいので、なんかね、いろんな情報をお持ちの方は情報を提供していただけるとすごい助かります。てな感じでね、
まあ、今回はトギオ春槍の様子を観察していきましたけれども、またね、引き続きトギオ春槍についてはしっかりとコロニーを発展させていこうと考えていますので、ぜひですね、次回の動画も楽しみにお待ちいただければと思います。ということで今回はこれで以上ですね。はい、ありがとうございました。No matter